アーマ MMA における肩固め極め技としての、型固め肩固めは、柔道で使用される、けさ肩系のそもそも込み技である。締め技腕三角締めの一種でもある。行動官や国際柔道連盟での正式名は、肩肩。アイフ略語ギャグ。基本型としては上になった状態で、相手の首と髪型に上げさせた肩腕を、脇の下から、たすきのようにして、 自分の両腕で捉え、片ごと床に固めることで抑え込みが成立する。着衣の場合は、上ではなく横方向へ腕を伸ばさせて、片手のみで肩固めで締める場合もある。また、その状態から圧力を加えることで締め技ともなるが、それも、慣習的に行動感では、肩固めと呼ぶ。したがって、他のそもそも込み技と異なる受けが、ハーフガードを取った状態でも、 柔道の決まり儀名として使用されることがある。肩の関節を極めるのではでなく攻めての腕で、片側の軽動脈を押し付けられた受け手自身の肩で反対側の軽動脈を同時に締める締め技である。基本的な構造は三角締めと、ほぼ同じで、足で行う三角締めに対して、腕で行う三角締めのような締め技である。相手を寝かせた状態から上から、 サイドポジション体制をとり、相手の片腕と頭を抱え込むようにして、腕をクラッチして押さえ込む。自分の頭は、相手が起き上がって、抜け出すのを防ぐために相手に当てるのだが、軽動脈を締めるのは、両腕の力のみで行う人もいるが、本来は腕を手こりをして、相手を締める技である。マウントポジションから押さえ込んだ場合は縦四方肩の方、肩平用縦四方肩となる。 三角絞り同様に類型的な柔道の技ではあるがブラジリアン柔術でも頻繁に使われる。アームトライアングルチョークの一種なのでブラジリアン柔術では国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟ともにティーン以下では禁止義である。MMA ではカーウソン門下のムリーロブスタマンチ、マリオスペイヒー。 アントニオ・ホドリゴのゲーラ、ビトシャオーリン・ヒベーロなどが極め技として披露してきた。披露当初は首投げの体勢で相手に飛びついて巻き投げ、相手の体をうつ伏せに寝転がして極める型を使用していた2015年頃より上記コンプリートショットから一連の流れで極める型を多用するようになっている。LIJ 結成因後は首に引っ掛けた左足をより警部に食い込ませるよう、 相手の体を仰向けにさせて極める方を使用している。技名はスペイン語で、白い翼のい。ありがとうございます。